これじゃダメです。今回は3次の重心化を使って遊んでいこうかなって思います。うん、いやこれマジで強いねこれさ個人的に好きな性能ですね僕は。入っていきましょう。でこれでいいかな。初手はこれでいくか。はい、友情通るね通るんだ。オッケー。あーちょっと通らなかったか。はい、オッケー、いいかな。しっかりと状況に応じてゲージをね外したりしていきましょう。いやこれさ電撃キラーいると超スピはやっぱり相性いいっすね。はい、これでいいかな。いや友情強すぎ。これで下は倒せるようになったんでこれ外しておきます。いけ、あ強強すぎ。いや個人的にねこれ3次好きだな。アンチ重力バリアにアンチウィンドウで飛行艇減速壁でしょ。いやギミックもりもりでキラーも持ってんのはいやーいいね。でしっかりと、いやこ僕ねこれ嫌いなんですよこのギミックマジで。はい、いや強強すぎ。うん、いやーこれ好きだな。はい、いけ、あー強これ多分蘇生かな次。あ蘇生か、まあいっか。ちょっと OK で、これでボス戦かな確か。あーそうだね、久しぶりにやるからちょっと忘れてんだよな行くので。いけ、強当たり前のように友情で倒すなよなでとりあえずオフィーリアをこっちに配置しておきたいですね。これ1本 SS 打ってみるのありだな。いや打たなくてもいくか。まあ一応打つか。 OK ゴー。1段階目強やっぱり電撃キラー L だしな。まあ電撃キラー L が弱いわけないもんな。でどうしようかな。こうかな。はい、いや強すぎ。防御ダウンしないぞ。はい、防御ダウンしなくてこれか。まあオフィリアの力も借りてるとはいえすげえ
いやラウンドバーストって正義だわ。まだ打たない方がいいな。はい、で、あ、これ一旦から蘇生してくるんだ。はい、はい、 OK ですね。でこれまた蘇生かな。あーだね。うん、どうしようかな。こうだな。はいはい、友情強い。いや、オフィリアアルファと相性いいし、これは強いっすね。SS 打つか。はい、めっちゃいい位置に行ってない？これどうなるんだっけ？これそのまま上に行くからエリア内に入るよな。あ、そういうわけじゃないのか。待って、仕様がよく分かってない。僕仕様がよく分かってない。ここでいいかな。あ、ちょっと、とりあえずなんか強そうだね。普通に豪術でも。超スピにしてないから。はい、オッケー。あ、これさ、上に置いとくだけじゃダメなのかな。これでいいのかな。これでいいか。これで入るのか。あー、エリア抜けちゃった。あー、これでいいのか。あー、なるほどね。普通になんか3時強そうっすね。いろんなところでもなんか、まあ今回はイグノで使ってみましたが、なんか他の豪術でもなんか普通に使えたりするのかなって思いますね。はい、ということで3時のね、重心化を使ってみました。じゃあバイバイ。